アルベルトリエラ・オルテガは、スペイン・マナコル出身の元同国代表サッカー選手。ポジションは MF。弟のオリオールリエラも選手。マヨルカ、編集マヨルカ等、第2の都市、マナコルに生まれた。物心がつく前からボールを蹴り始め、14歳で、RCD マヨルカにスカウトされて、毎日 50km の道のりを練習のために往復した。17歳で、 プロ契約し、憧れの選手だった4番スタンコビッチが一席して空いた、左サイドハーフのポジションを受け継いだ。2001年2月25日のラシンサンタンレール戦で、ルイス・アラゴネス監督に抜擢されて、デビューを果たし、リーグ戦を、クラブ史上最高の3位で終えたチームで3試合に、出場して1得点した。2001から02シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグに初出場した。 デビュー後の1シーズン半で11試合しか出場することができなかったが、2002から03シーズンはグレゴリオマンサーの監督のもとでレギュラーポジションを確固たるものとし、リーグ戦では35試合に出場して4得点した。このシーズン、レオ・フランコ、アリエル・イバガサ、ワルテル・パン・ディアーニ、サミュエル・エトーなど質の高い選手が揃ったクラブはコパデル・レイで優勝した。ボルドー、 編集自身は、マヨルカ残留を希望したが、チームの財政事情により2003年8月1日に、フランスの FC ジロンダンボルドーに移籍した。ディエラのことを、スペインの星と評した、エリボー監督のもとで2003から04シーズン、2004から05シーズンとレギュラーを務め、2シーズンでリーグ戦53試合出場4得点、UEFA カップでは5試合出場5得点という、 成績を残した。エスパニョール、編集2005年8月20日には、RCD エスパニョールに4年契約で移籍して、母国に復帰したが、ミゲル・アンヘル・ロティーナ監督が指揮していた同クラブでは、出場機会に恵まれず、2005から06、シーズン前半戦の出場は8試合にとどまった。2006年1月5日の移籍市場で、イングランドのマンチェスターシティ FC に、 レンタル移籍すると2月1日の入ッするユナイテッド FC 戦で初得点を決め15試合に出場して1得点とまずまずの結果を残したが買取オプションは行使されずシーズン終了後にエスパニオールに戻った2006から07シーズンのエスパニオールは UEFA カップで快進撃を続けスコットランドグラス号のハムデンパークで行われる決勝進出を決めた 決勝の相手は、同じスペインのセビージャ FC であり、自身は試合を1から1に持ち込む、同点弾を決めたが、PK 戦の末に敗れた。シーズン終了後には、クラブとの契約を2011年まで延長した。リバプール、編集リバプール時代遺跡史上最終日の2008年9月1日、遺跡金800万ポンドで、リバプール FC と4年契約を結んだ。 背番号11をつけて13節のマンチェスターユナイテッド FC 戦でデビューし、72分間出場して2から1で勝利を収めた。10月18日のウィガンアスレティック FC 戦で移籍後初ゴールを決め、12月9日には UEFA チャンピオンズリーグの PSV、アイントホーフェン戦でも得点した。二千九年に入ると FA カップ三回戦のプレストンノースエンド、 FC 戦などでゴールを決め、ホームで5から0と対象した3月22日のアストンビラ FC 戦では、ホセマヌエル・レーナのパントキックを左足のハーフボレーシュートで直接決めた。2010年3月18日、出場機会の少なさや、同胞のラファエル・ベニテス監督のコミュニケーション方法批判とも取れる発言をスペインメディアに言ったため、トップチームでの出場機会を失って、 放出要因となり、ロシアの PFC チェスカモスクワや FC スパルタク、モスクワへの移籍が噂された。3月23日にはチェスカモスクワから移籍金600万ポンドのオファーを受けたと報道されたが、それは結果的に誤りであり、チェスカモスクワが公式に否定し、代理人のアンヘル・カステージェスは、オファーはスパルタクモスクワからしかないと明言した。オリンピアコス、 編集2010年7月23日、エスパニョール時代の恩師エルメスト・バルベルデが新監督に就任したギリシャのオリンピアコス FC に4年契約で移籍した。移籍金は約400万ユーロ。ガラタサライ、編集2011年9月3日、トルコのガラタサライ SK に4年契約で移籍した。移籍金は300万ユーロ。ウディネーゼ、 編集2014年1月28日、ガラタサライト契約解除、2月20日に、レキップが、ウクライナプレミアリーグの FC メタリストハルキウに、加入したと報じたが実現しなかった。3月24日、セリエ A のウディネーゼカルチョに2014から15シーズンから加入することが、決定、3月27日に、シーズン終了まで、ワトフォード FC に、レンタル移籍した。 シーズン終了後に、ウディネーゼに復帰したが、一試合も出場できず、11月27日に契約を解除した。マヨルカ復帰以降、編集2015年3月5日、自身がキャリアをスタートさせたクラブである、RCD マヨルカに復帰した。しかしミケルソレール監督との対立により、半年で対談し、1、SNL の NK ザブルチへ移籍。 2016年1月22日にクラブとの契約が満了し、同26日に FC コペルへ加入した。2007年10月13日、ユーロ2008予選のデンマーク戦で68分にホワキン・サンチェスに代わってスペイン代表デビューし、エリア外から代表初ゴールを決めて3から1での勝利に貢献した。その後数試合に出場したが、 本大会メンバーからは落選した。監督がルイス・アラゴネスからビセンテデルボスケに交代して迎えた2008年10月、セビージャ FC のディエゴ・カペルが負傷中であったために代表に招集され、2010フィ f ファワールドカップ欧州予選のエストニア戦に11分間出場した。2009年4月1日、トルコ戦でアディショナルタイムに2から1となる決勝点を挙げた。同年には、 FIFA コンフェデレーションズカップ Cup 2009のメンバーにも選ばれ、3位になったチームで4試合に出場した。スペイン代表が初優勝を果たした 2010FIFA ワールドカップ本大会出場メンバーからは外れた。マヨルカイスパニオールオリンピアコスガラタサライ。ありがとうございます。